やねん。あるで。湯浅と安明の差が出たな。オリックス最高や。サンキューパリーグ。バウアーがこっから振る回転したらまずひっくり返るわ。うちには中日銀行があるから。最後のピース、バウアーが揃った。森が割とラストピースになるんじゃないかと思う。センターは海老名が細川のように大覚醒する予感がする。うちは3勝1敗が最低限だけど、老気でいっぱい濃厚なのがきつい。しかも明日浜口だし、巨人が交流戦優勝かな。そろりそろり近づく G が怖い。阪神より巨人を警戒すべき。巨人は横浜に戸郷と山崎当てれば勝てるからな。巨人の今頑張っている中継ぎのほとんどが夏場経験していないじゃん。巨人は8月に落ちる。もうオールスター阪神全員出てもらって休むいとまを与えないようにしよう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。